こんにちは、タロットライイサポロです。えー、ちょっと、非常にまあ画質が悪い、色合いも良くない状態だと思いますが、ちょっと事情がありまして、えー、つい先ほど、プチンとか言って音がして <laughs>、私の部屋の照明が壊れてしまいまして、なんかもう、LED 照明使ってたんだけど、なんか突然、なんか切れちゃって、 もう、つかない状態です。で今、私の部屋、部屋には照明がない状態なんだよね。しょうがないから今もう、非常に原始的なやり方だけど、ろうそくに火をつけて、私は占い師なので、これでも占い師なので、えー、一応ろうそくは常備してあるんです。儀式のために。 まあ、あまり使ってないんだけどね。あの、ちょっと、消耗品はあまり使いたくないっていうかね。まあ、火器、火器はちょっと危険なので <laughs>、火を使うとね、転んだりして火事になったりするかもしれないまあ、そういうことで、あんま普段使ってないけど、ちょっと緊急というかね、もうなんか本当に災害の時みたいな感じだけど、ろうそくをつけることでどうにか、顔が映る程度には、あの、 録画できてるんじゃないかなと思います。でまあ、昼間はおそらく大丈夫だと思うんだけど、夕方以降はもう完全に暗くなってくるからね。夜のライブ配信とかは、もしかしたらしばらくろうそくで <laughs>、ろうそくでやることになるかもしれん。ちょっと2つつけた方がいいかな。2つつけたらちょっとマシになるか。 ただちょっと置き場所に困るんだよね。不安定なテーブルなので、実はあんま置きたくないテーブルに。二つ付けてみました。なんかいつもと全然顔の雰囲気違うよね。なんかこう下から照明当たってる感じだから。なんか違う感じもするし、なんか後ろにもやっと変なの映るから、心霊現象が起きてんじゃないかね。<laughs> この辺になんか人の顔が見えたりしてない大丈夫 <laughs> ということで。 えー、今、ね、照明がない。照明買ってこなきゃいけないよね。ねえちちみには、いつもどんな照明使ってたかっていうと、こんな感じのね、一見すると蛍光灯みたいだけど、 こういう、うん、部屋の天井につけるタイプの LED 照明です。結構、結構大きめでね。これ一本しかつけてなかったんだけどね。これ一本だけだからこれ切れちゃうと部屋が真っ暗になっちゃうんだけど、なんか知らないけど、ほんと突然プチンって切れちゃったんだよね。ついさっきまで普通に使えてたの。うん。そんで、じゃあこのろうそくを消したらどうなるかちょっと実験してますよ。 ね、ろうそく消した後の煙が嫌なんだよね、ちょっとね。苦手なんだよ、私。このろうそくも消してみますよ。<laughs> 消しちゃいました。あ、それでも、まあ、多少は映ってるよね。なんで映ってるかっていうと、あのー、ちょっと離れたところなんだけど、あのーま、電球タイプの LED 照明がちょっとついてるんだよね。直接、こっちに光は届かないんだけど、間接的に、<laughs> 光が届いてるので、若干、まあ映ることは映るけど、なんか白黒で、なんか昔の <laughs> ホラー映画みたいになってるんだけど、やばいね。で、これつけると、本当マシになるのかどうかちょっともう一回つけてみるよ。はい、つけてみました。 ろうそくが明るくなってくると、この辺にろうそくがあるんだけどね。この辺。うに、ん。ない、あった方がマシか。ないよりは。さらにもう一本つけると。どうですかね。なんか逆に二つつけると不気味さは増すっていうか。 あんまいい感じじゃないよね。ちなみにあま最近、ろうそく使ってなかったからよくわかんないんだけど、これい、一本のろうそくで、何時間ぐらい、何時間も持たないから、1時間ぐらいしか持たないのかな。昔は、本当こう、これちゃんと用意したるっていうのはね、実は、昔は占いするときもちゃんとろうそくをつけて <laughs>、えー、本格的にやってはいたんだけどね。うん、でも、まあ やっぱちょっと、めんどくさいというかね、火をつけるのは危ないのでやめたんだけど。うんえーまあ、その名残が実は私のホームページ。ホームページ見てもらったらわかるけど、あの、ろうそくがゆ,ゆらゆら揺れてると思うんだよね。<laughs> ホームページの中で、うん。実はあれは私の実際の占いのテーブルを再現して、ろうそくのね、素材を持ってきて、うん そういうホームページを作ったっていう経緯があるんだよね。<laughs> 私としては論則は割と馴染みのあるアイテムではあるんだけど、あまり使ってないっていうね。これ直接画面に映すと、こうなんか光が出て綺麗だよね。これぐらいにするといい感じちょっと不気味さ、不気味ではあるけどね。このぐらい、やっぱこのぐらいの位置、このぐらいの位置だとちょうどいいのか。 なんか顔色がね、このぐと顔色、まあまあいい感じになるんだけど、ちょっと話すとやっぱり青白い感じで気持ち悪いよね。はい。ということで、えぇ、ー、新しくこれ買わなきゃいけないんだけど、これいくらぐらい ?2000 円ぐらいするのかな意外と安くない。安いのは安いんだけど、安いの買ったから壊れちゃったんだよね、多分。安物買ったから。 LED 照明って結構長持ちするっていうけど、普通の蛍光灯より。逆に、寿命短かったような気がする。これ、全然短かったね。まあ、そうは言っても、何年ぐらい使ってんだ ?2 年、二年、二年ぐらい使ってんのかなうん。はい。ねえー。まあ、この先のプランがないというか。<laughs> えー 傾向と、か照明どうしようか困ってんだけど、しばらくは、こんな感じでやるかもしれません。まあ、占いの時もね、ビデオ通話で占いするって機会結構最近増えてきてるけど、こんな感じでやることになると思います。ということで、よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。